上松浩司の恋愛オブス Now on Air。 はい、今回のお悩みはなんと映画バッドティーチャーの中のエリザベスさんからのお悩みなんですよ。まあ恋愛オブスも随分とメジャーになったものです。早速お悩みいきますね。職業中学校英語教師、長所行動力、夢は玉の輿、信条は自分に素直に生きること、生徒たちにもそう指導しているわ。ターゲットの彼の心をつかむため彼好みの巨乳になろうと努力しているところよ、という、まあなんだかいいお悩みじゃない。夢として玉の輿って、まあね、一般的にはね、みんな思うこと、悪いことじゃないですよね。そうよ、自分に素直に生きるっていうのもとても大事なことじゃないですか。ターゲットの彼の心をつかむため彼好みの巨乳になろうと努力をしているって、まあね、まあこれもね、大事は大事ですよね。エリザベスさん嫌いじゃないっていうか、お友達になれそう。さあ早速エリザベスさんのビューティーチェックしてまいりたいと思います。こちらですね。あら、なんかどっかで見たことあると思いません？綺麗？ちょっと悔しい？ね、さすがにバランスいいですよね。でも足元はほら、こんなゴージャスな靴を履いていたり、なんだか羨ましい感じ。いや、でもこのね、実はエリザベスさん、かなりのバッドティーチャーなんです。自由すぎなんです。実は知ってます。まあそれはそれは自由人で、先生っていうお仕事をそっちのけで、まあ、男に生きる的な、まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど、まあこれきっと女性の本音だったりするのかな。まあでも相当ね、来てるんですよ。かなり来てるんですよ。かなり来てるのよ、エリザベス。相当ですよ、玉の輿狙いなの。彼のことよりも彼のお金がラブ、そんな横島な彼女なんですね。そもそもこのね、ほら、彼好みの巨乳になろうとって、実はこれは強烈なコンプレックスなんです。コンプレックスって人には分かんないのよね。自分だけにしか分からないコンプレックスの山ってどこまで高いのってぐらいね、大きなコンプレックスなんですけれど、人から思ってみるとね、別に何でもないことなのかもしれないんだけど、自分自身ではやっぱりかなりのものなんでしょうね。巨乳になろうとっていうのがコンプレックス。これはね、もっともっと綺麗になりたいのって思ってるのと同じなので、誰にでもあるコンプレックスなんですけど、そんなコンプレックスと戦っている彼女、なんかね、なんか憎めない。ただ本当の幸せはどこにあるかっていうところですよね。というわけでエリザベスさん、ターゲット見誤りオブス。まあそれはそれは、やりすぎ、やりすぎすぎて憎めない。まあある意味こうキャラ立ちってことですよね。キャラが立ってしまえば許されるってこともあるんでしょうけど、キャラが立ってる分だけ受け入れられないっていうこともありますし、いやー、ターゲット見誤りオブスちゃんです。Wally's got that big orientation in the auditorium. Yeah, I'm not gonna go to that. But it's mandatory. エリザベス、アラサー女子。金なし、夢なし、熱意なしの中学教師。Hey, Elizabeth, you wanna like grab a bite sometime? You still a gym teacher? I am, yeah. Then no.Hi there! Scott Delacorte, I'm the new sub. How the watch? Is that a Jaeger LeCoultre? The family business. I'm gonna sit on his... Hey, guys! Hey! I actually just got out of a relationship. She has such a big heart. Enormous. If I got a new pair of boobs, he'd be all over me. But they're really expensive, you know? Who knows? Maybe you'll win the bonus. What bonus? For the state test. Whichever teacher has the highest scoring class gets a bonus.Things are about to change around here. Recess is over. So stupid. We're having our car wash this weekend. Last year's car wash raised $6,000. He said we should have a car wash every weekend. とびきりキュートな小悪魔教師の玉の輿大作戦。果たして幸せをつかめるのか。
チャー。